高校生の時にこっちに俺は来ちゃうんだよね。ね、びっくりしましたけどね。そうそう、徳島に、はい、徳島文理高校っていうね、本当今考えたらとんでもない目に遭ったっていう。いやいや、俺だってさ、やめる、やめさせられてるの、氷で。あの、一応僕のなりの知識で言うと、うんうん、徳島文理高校っていうのは、すごい賢い学校なんじゃないかなっていう気がします。どうなんですか？徳島の人、今いらっしゃいますよね。うん、賢い学校？賢くない？徳島じゃない。徳島の方いらっしゃいますね。賢いです。いや、それで俺もういきなり最下位やったけどな。はい、あのね、でもそう、なんつうの、普通に遊びたいやん。はい、彼女ともどっか行きたいとかさ、まあ、そういう年頃ですよね。そうさ、もう全寮制。いや、俺は地方から来てるから寮やったけど、半年で出されたもんな。もうおったらあかんって。それも理由がな、なんかあげたこが流行っててさ、その時あのフライズするたこ焼き、あ、普通のたこ焼きじゃなくて、そう、たこ焼き作るやん、うん、作った後になんかもう一工程ある。もう一工程、このちょっとオイル入れて周りをカリッとする、はい、その揚げたこ流行ってて、それをなんか同級生に夜中その寮から出て行って買いに行かせてた。いや、それは別にいじめとかじゃないよ。もう何やったらもう、なんつうの、自分行きますみたいなのおったよ、うん、だけどそれがバレて、うん、ほんで寮出されて、寮出されて、ほんで二軒茶屋っていうね、その近くにあるとこで下宿みたいなのがあって、はい、でそこで、まあ、下宿のおばちゃんはおんねんけど、まあ、一人暮らしというか、始めんのに、ほんなんまあ、人なってもてんな。もうずーっと遊んでて、もうずーっとな、ニコニコ屋でずっとニコニコ屋に住んでたな、もうなんやったら、その